三点盛り豚バラ串、ニラ玉、下仁田ネギ焼き、あと生。これは生姜醤油、生姜醤油と田楽味噌で、田楽味噌、わかりました。はい、ありがとうございます。出た出た、あれケチャからソースね。あ、やっぱそうだってそうだって言ってた。ケチャップだったんだけど、はいはいはい、ソースのが合うっていうことになってなるほど、すぐ気づいたごちそうさまでした。ありがとうございました。だいぶ酔っ払っちゃってて、すみません、本当に。たくさんありがとうございました。ありがとうございました。盛り上げましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。でも、一人大食いレベルで結構召し上がってますね。そうですね、すみません。ありがとうございます。ありがとうございました。お気をつけて。お疲れ様でした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。しっかりコロナの対策をして、しっかりお客さんを迎える準備をしてくれてる飲食店があるってことをね、深く感じます。今日紹介した料理以外にも本当に美味しい料理、お酒ばっかりなんで、
ぜひ皆さんも行っていただきたいなと思います。この動画がいいなと思ってくれたらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。原和さん、ごちそうさまでした。